山本太郎君生活のとうとう山本太郎と仲間たち共同代表の山本太郎と申しますまず東京電力の広瀬社長にざっくりと大きく分けて二点お伺いしたいと思いますまず一点目事故時。 テレビ会議の動画の公開についてです、2013年3月に2回目のテレビ会議の公開をし、その後も順次公開されるはずだったんですけれども、ストップしてるんですね、これえ速やかに公開していただけませんか、社長、公開するとお約束ください広瀬参考人。はい、あのお今、ご指摘がありましたとおり、 現在までに3月の11日に事故が起こりまして最初のまず5日間というのをの公開させていただきましたそれが8月の6日でございますでその後1ヶ月分約1か月分4月の11日までの分につきましてこれあの量が大変全体で800時間にも及ぶものでございますので2回に分けて11月30日と。 年が明けた25年の1月23日の2回に分けて公開をしておりまして、これは今も公開中でございます。で、そうした中で、まあ、これはあのメディアの方々に公開をさせていただいておりますので、メディアの方々のご意見をいただいて、その中から、これ全部800時間ずっと見るというのは大変なことですので、メディアの方々からのご要望のあった27時間37七分分については、 ホーームページに掲載をしておりますでその過程の中で、それ以降についてもという話についてです、ね、私どもはあの、メディアの方々からこれからまずは見ていただいて、最初の1ヶ月を見ていただいて、でその後ご要望に応じて、これから判断をしていきましょうということになって、今、現在に至っているという状況でございます山本君。 えーっとですね、この件に関しましては、準備ができ次第え順次公開していきますというような話が当初にあったんですよ、これ、東電会見でも何回もそのことをやり取りされてるんです、東電とあの一般のジャーナリストの方々っていう間に、そういうような話があったんですよ、それが最初の東電の方針だった、でもいつの間にか、また声がありましたらとか、社会的要請があればっていう話に変わってるんですよね。4月12日からの あのまだ公開されていない部分の公開していただきたいんですよ、約束きっちりと果たしてください、国民の血税が東電のために使われていること忘れないでいただきたいんです、情報公開をしていただきたいという話なんですね、で何より2011年3月15日の録画、これ一番大事なんですよ、すっぽり抜け落ちてるんです、これ何とかしてもらえません、3月15日、この日だけない、3月14日の 24時06分まではある、そこからすっぽりなくて、3月16日の3時18分からまた録画がある、でもその間、全くないんだって、3月15日って何の日吉田調書の重要な部分がある日ですよね、撤退問題のあった日、この日だけすっぽりない、おかしいな、この日だけたまたま録画ができていませんでしたなんて言い訳、通るわけがないと思うんです、何か不都合な記録になっているんでしょうか。 東電本店福一福二、オフサイトセンター、で柏崎の各所をつないだこの会議の動画、3月15日の分だけ、どこも録画が残っておりませんなんていうことは、子どもでもつかない嘘だと思うんです。百歩譲ったとしても、誰かがメモは取ってるし、取れているはずなんですよね、だって朝日新聞の件だって、柏崎からのメモがどうだこうだって話ありましたもんね。録画、メモ、とにかく3月15日の記録を出してください。 この記録の公開委員会でのお取り計らい委員長よろしくお願いいたしたいんですけれどもご国理事会で協議させていただきますありがとうございます委員長はい山本君、はいえー、質問の二点目なんですけれども東電福島第一原発の一号機二号機廃棄塔の問題です一号機二号機のすぐ裏いわゆる山側高さ百二十メートルの廃棄塔が立っているこれ弁当専用の廃棄塔です現在は使われていませんが 大きな問題があります120メートルとの排気塔のほぼ真ん中部分、66メートルのところに切れ目、変形、破断がある、劣化が浸透している可能性がある、排気塔の根元には超高線量の放射線源があり、近づけません、これどうなってますか、規制庁には報告してますよ、ね、広瀬さん、広瀬、はい、今ご指摘の ありましたように、12号機の排気筒と申します。えー、ここはいわゆる煙突でございます。で、弁当の管というのは煙突の中にある、また別の管がございます。排気筒、排気筒のお役目を果たしております。そして、えー、その排気筒のそのまあ、煙突ですので、筒ですが、それ自身には特段のその支障はないというふうに考えてます。その煙突を支えるための。 櫓、まあのような四隅にあの柱のあるちょうど見かけはあの送電線の鉄塔のようなものでこう支えているわけでございますけどご指摘のように120メートルある高さのちょうど真ん中あたりに、えー、破断があるということを確認しておりまして、えー、2013年の九月18日に確認し えー、そして、えー、ホームページ等々で、えー、情報を公開しており、もちろん、原子力規制庁にも報告をしております<上>山本君。はい、えー、これ、根元、えー、超高線量と話しましたけれども、これ、宣言ね、えー、表面付近、これ25シーベルトなんですっ、ね、て、25シーベルト、ミリじゃないです、で宣言2の表面付近というのが15シーベルト。 これ、7シーベルトで人間死亡っていうレベルっていうふうに聞きますよね、これ、とんでもない数値がそこにあると、近づけないんですよ、人は。これ、問題ないんですかね、お聞きします、本当にこの排気塔、倒れませんかね、もし倒れたとしたら何が起こりますか、簡潔にお願いします広瀬参考人。あの先ほどのとおり、破、えーまあのー、断をしているということを確認した後にですね、 えー、それがもし、その部分、その破断している部分がなくてもしっかりサポートできるかという解析モデルを使っての耐震解析を行っております、まあ、その結果あの、この太平洋地震と同じ程度の規模の地震が出たとしても問題ないというあの解析を打っておりますので、私どもとしては今、そういう認識でおるところで山本君、これ倒れないと、大丈夫だと。 じゃあ何でこの廃棄筒を監視する、専任監視員を置いてるんですか、大丈夫なら監視員なんて必要ないですもんね。配布資料の位置をご覧ください。5ページ以降です。廃棄筒の破断部分が写,、えー、写真でご覧いただけます。このの写真のような破断が5箇所 続いて資料の4ページに戻っていただきます、排気等の図面、赤い点で表現されている部分、これが破断箇所、図面の青い点は破断の可能性がある部分、3箇所あります。この平成25年10月7日の配布資料では、破断が5箇所、変形箇所が3箇所となっていたんですけれども、この前にあった点検の結果では、破断が4箇所、変形が4か所だったそうです。要は劣化が進んでいるってことなんででるなすよね 前,の前よりも破断の数が増えてるってことなんですこれらの点検と点検との間隔、どれぐらいの期間なんですかねって、それっていちいち結果、規制庁に報告されてるんですかってお聞きしたいんですけれども、えー、昨日レクで聞いたら、えー、状況に変化があれば、規制庁に報告する体制だっていうようなことを聞いたんですよね。また、東電が変化がないってことにすれば、報告しないで済む、変化があろうがなかろうが、報告させる必要あるんじゃないですか。 東電の実施に任せるなら、規制庁いらないと思うんですけれども、えこれについて、えー、報告させる必要、定期的に報告させる必要、あるかないかで、えー、田中委員長、お答えいただけないですかあどの答えも結構ですよ、分かる方、山田友保委員今、ご指摘いただきました、あのおはい。はいあの われわれとしては、あの実際としては確認しております、あの現地の,あのけ検査官が確認しております、われわれとしては確認をする必要があるというふうには考えております山本君。えっと、現地のものが確認しているというお話は、後でまた突っ込ませていただきたいと思います。えー、続きます、破断、変形などが集中している場所、これ、66メートルのところにって話しましたよね、最大応力発生位置、最大応力発生位置とは何か。 そう言われるるものがあるんですよね揺れに対して一番エネルギーかかる場所ですよ、その部分に破断や、いつ破断するかわからないような箇所が存在するという恐ろしいお話でございます。普段であればこの排気筒定期的にチェックし、ボルトを締め直すなどの作業が必要です。事故以降は超高線量のため、近づくことさえできない。排気筒の劣化が進んでいることを知っている収束作業員の方々、台風や地震があるたびに倒れるんじゃないか。 不安な気持ちになると聞いています。東電はこの廃棄灯の耐震安全性の評価、先ほど言われましたよね、もう評価してますよ、今、社長が自信満々にうなずかれました、その評価、お手盛り評価でございます。すでに行っております。資料の13ページの図面、ご覧ください。赤い部材を取り除いた部分、赤い線が引いてあります、図面の中に。この部材を取り除いた状態、すなわち破断、もしくは破断可能性部分の部材がなかったとしても、この部分はね、もともとなかったとしてもね、 これらの排気筒に関する耐震評価が震度5まで耐えられる、震度5強まで耐えられるというのが東電の主張なんです。おいおいおいって、なんだその話、あまりにもありえないだろうと。アイリッド国際廃炉開発機構に技術提案をした方のツッコミ、ご意見は次のとおりです。万一この排気筒が切損して 先端部が1号機建屋、または2号機建屋に落下し、使用済み燃料プールを破壊した場合は、甚大な放射能汚染物質の放出につながる、したがって仮に崩落したとするとしても、建屋側、海側じゃなくて、ヤード側、陸側ですね、山側に落下するように、トラワイヤーを設置することを提案する、そしてこの中では、この方ですよね、この中では、東電の計算の前提条件には大きなリスクがあると突っ込まれています。 え続けます鉄塔部材の破断や変形は、望遠レンズを用いた写真撮影画像によって判断している、そして、健全と判断した部材は、新設時相当の強度を維持しているという前提で評価し、仮定している、しかし、8か所の破断変形がありながら、隣接する部材は新品同様であるということはありえない、言ってる意味分かりますよね、これ、耐えられるかどうかってするときに、もう新品仕様で計算してるんですよ。 何なんだそれって、相当程度の劣化を仮定するのが当然である、当たり前のことを突っ込まれています、また隣接という条件がなくても、約40年間、海岸の気候条件にさらされているのであるから、相当の劣化を相当すべきえ想定すべきであると、破断箇所も変形箇所も、接続部の特別薬物部材との接合プレートの境界部分できれいに破断している。 原因は腐食進行による断面欠損と推定されると言っています。写真でも赤サビが流れている様子がうかがえると、現行の計算、確認計算は極めて危ういと考えざるをないというふうに言われています。皆さんの資料にあった排気筒の破断部分の写真、これは平成25年9月の写真です。それ以降、排気筒の細部についての写真、当然出してないんですよね。現在も定点での撮影を継続して行っていること、本店での記者会見で認めております。 でも出していません規制庁に質問します規制庁は平成25年9月以降、新しい定点写真見ましたっていうふうに質問したら、確認してるって先ほど質問で言われましたよね、これ、おそらく6月に規制庁の現地に、現地の調査官が確認したということだと思うんです。これは今年の1月に東電が調査した結果、写真を確認したっていう話なんですよね。おかしくないですかって、定期的に撮ってるものをどうして6ヶ月も前の写真撮ってんだよって。 直近の写真、いつ見たんですか、お聞きします、規制庁、<長>直近の写真、一番近い,近いあの、いつのやつを確認しました山田審議官あのお。東京電力による防遠カメラによるあの写真というのは、1月の13日か16日にかけて撮られているということでございまして、私どもの,あの現地の保安検査官もその写真を確認をしたということでございます<長>山本君、おかしいじゃないですか。 何を,何を監視してるんですか、規制庁、監視してるんでしょ、監視できてないじゃないですか、1月のものを見てどうするんですか、1月のものを6月に確認しましたって、倒れるか倒れないかわからないって、しかも、とんでもないお手盛り評価までしてるんですよ、当然、これ、倒れたら終わりですよ、1号機にそれ突っ込んだらどうなります、2号機に。 むちゃくちゃな話ですよ、いい加減にしてください、この写真、直近の写真、公開を求めます、それだけじゃなく、排気道上部の1月の測定値、これは問題がないといって、その数値さえも公開されなかった、写真の公開とそのときの測定値の公開を委員会でお取り計らいいただけませんか、委員長、よろしくお願いいたしますご国,国理事会で協議させていただきます、山本君収束の仕方もわからない、汚染水は止まらない、排気筒が倒れるのも時間の問題かもしれない、しかもそれが1号機、2号機の建屋に直撃する可能性がある。 世界で一番脆弱な核施設があるこの地域に人を戻すのに避難計画もない、このような避難計画が一番必要とする場所、福島の復興再生特別措置法で人々を返そうとする地域ではないですか、この地域の避難計画、いつできるんですか社長、東電・福島原発の状況を見て、今ね、避難計画もなく、この周辺地域に人を返せる状況あるんですかご自身のサイトが 返して大丈夫なのか、大丈夫じゃないのか、避難計画、いるのか、いらないのか、その一点だけ聞かせてください、長いこといらないんです広瀬参考人。はいあの当然、その期間に向けて、私ども、間違いないように、しっかりとサイトを、福島第一を管理してまいりたいと思いますし、廃止措置、汚染水対策も進めてまいりたいというふうに思ってお忙しい中、ありがとうございました。まのお越しをお待ちしております